ですからですよ、ちょっと今話それたんですけれども、なるべくいいことを言いたいなっていう思いはあるんですよ。でやっぱりあの聞いた人がそれでね、何がしかのものになればいいと思うんですよ。なんかプラスになればね、例えば朝一で、聞いたで、なんかあ今日やる気になるぞみたいなね、今日なんか頑張れる気がするとかさ、そういうものでありたいなって思うんですよね。でまあその最近は文章を書くときにね、そういったなんか前進する意思みたいな、進み続ける意思みたいなことを延々と書いてるんですけれども、その自分の中で固まってくる気持ちっていうのが一方であるなっていうことに、まあその何年もかけてですね、何年もかけて文章を書いてきたりとか物を作ってきたりする中で気づくんですよね。それでこの前もファイルの話をしたわけなんですけれども、その自分が作ってきたファイルをね、一個にまとめようとしたらファイリングできなかったと、分厚すぎて入らなかったと、まあそれでまあ絶望したみたいな話なんですけれども、でそれもその自分の10年くらい前の自分とか5年くらい前の自分の作品とかを見てると、あ全然変わってないなっていう部分に気がつくんですよね。でとにかくその前向きに物事を考えようとか、前向きに行こうとかさ、前向きにっていうことをやっぱり考えてるんですよね。でも前向きに考えたい人っていうのは結局はネクラなんですよね。だから願望なんですよね、一種の。だけれどもそういった自分の中で戦ってる姿っていうのがずっと続いていくとですね、だんだんとその自分の、まあ、筋トレと一緒ですね。だから筋トレと一緒で精神の方もこうちょっとずつ鍛えられてくるっていうことがあるんですよね。でこれは本当に鍛錬だなって思うんですよ。本当に日々の鍛錬だなと思うんですよね。だから僕本当に日々の中で生活の中で大変なことっていうのは横島な考えを自分の思考の中から吐き出そうとするんですよね。口に出すことっていうのは誰もが気をつけるじゃないですか。例えば人の悪口を言うと嫌われるとか、まあ、性格ブスだって言われる、思われるのが嫌だから人の悪口は言わないとか、その10を持ってもそのうちの1くらいしか言わないとかね、まあ、9褒めて1けなすみたいなこととか、言葉に出てくることっていうのはある程度コントロールしますよね。もちろんこれは言葉に出すこと自体も一つの鍛錬になると思うんですけれども、やっぱりアホな人はアホなことしか言わないし、人を傷つけることばっかり言う人ももちろんいます。で今僕が考えているのは自分の思考そのものを自分の好みに変えたいってことなんですよね。だから横島なことすら考えたくないってことなんですよ。そうするとつまりネガティブなことも自分の思考の中から吐き出していこうっていう動きがあるんですよね。だけれども、まあ、さっき前回の放送で話したんですけれども、ネガティブなものを含めた心のブレとか、その悩んでる姿とか、泣いてる姿、笑ってる姿、喜怒哀楽っていうものを僕はすごく好きで愛してるんですよね。だから人が泣いてるところを見て笑うんじゃないんですよね。そこは何泣いてんだってことじゃなくて、やっぱね、なんかね、人と一緒に笑ったりね、泣いたりしたいんですよね、そこは。だから、ここのところはなかなか、
人に伝わるかどうかっていうのはちょっとわからないところでもあるし、またちょっと僕が人に対してねおせっかいすぎるところでもあるのかもしれないんですけれども、まあちょっと今あともう一つはその考えたことを行動するっていうことなんですよね。今考えてる、今っていうかまあ何年か越しで考えてる問題があるんですけれども、結局最終的には行動に出して、なんか変えていかないと何も変わらないんじゃないかっていう思いもあるんでね。だそれは非常にその自分の中でいつも毎日葛藤のある部分なんですよね。なかなか人に話しかけられなかったりとか、なんていうかね、誰に対しても分け隔てなく付き合いたいなと思っていつつ、ついついやっぱ仲いい人とばっかり一緒にいちゃうとかね、そういうことなんかもね考えちゃったりしますね。だから人間っていつまで年取っても人間関係悩むんですよね。なんかそんなようなことを、ちょっと今回かなり支離滅裂だったんですけれども、毎回支離滅裂ではあるんですけれども、今回かなり支離滅裂だったんですけれども、なんかこう現在考えてる問題について話してみました。なんかこんなのばっかだよね、こういうの多いな、なんか僕のあれデジオってね、なんかこういうこと考えてますみたいなね、今考えてる答えの出てない問題について話してみますみたいな内容多いですね。はい、では失礼いたします。